どうも、シタイくんです。みんな生きていらっしゃいますでしょうか。はい、シタイくんのさくら、納車して100キロで入院になりましたけど、なんともう治りました。早い、9月中旬に治るっていう話だったんだけど、なんと日産頑張ってくれたんですね。多分ね、慌ててパーツをかき集めてくれたと思うんだけど、レーダーのパーツが届きました。そしてそこで治りましたんで、約2週間の入院ということで、日産に引き取りに行きますが、デイズハイウェスターね、そんなに乗れてなかったんだよね。なのでちょっと堪能しながら、速攻でさくらに乗り換えたらどんな感じに変わってるのか、まあ、何せね、同じベース車両なんでね、その違いが分かりやすいと思いますんで、よーし、行ってみるでー。さあ、デイズ返却の旅、レッツゴー。そしてすぐさくらに乗り換える。さあ、まあ実際ね、乗り換えたらそんな変わらねえんじゃねえの説がね、あったりしなかったりしない？まあ、それをね、速攻乗り換えることでね、このデイズの最上級グレードとさくらの差、まあさくらはね、Xグレードも Gグレードも乗り心地はね、まあ15インチか14インチかの差で変わるかもしれないけど、まあそれもオプションだからね。まあでもこう街乗りだと、まあちょっとガタつきが出るのは多分ね、もう個体差だと思うんだよね。こうカタカタカタとかいう音は、立て付けの悪さとかは、まあ単純に個体差だと思う。まあ新車じゃないし、結構ねガタピシ音がすごいんだけど、カタカタカタっていう。まあでも今シタイ君の預かり知らぬとこに何かつけたり、何か入ったりするからね。でアイドリングストップが相変わらずうざいね。やっぱりワンテンポ遅れんだよ、アイドリングストップは。まあ、当時から思ってたけどね。S660 にもまあついてたから、シビックには。当時から分かってたことなんだけど、交差点の中とかだとちょっとうざいね。相変わらずね。やっぱりね、重心が全然違うからね。やっぱこっちはね、上がなんか重い感じがするから。コーナーとかで、頭振られるっていうのは分かるぐらい。まあ、デイズハイウェスターはターボついてるんで、ほんとトルクも10キロぐらいあるんで、まあ、ほぼほぼ街乗りでは過不足なく走れますね。まあ、十分だね。で、運転支援機能もバッチリ。なんか文句あるかって言われるとないんだよね、実はね。まあ、当然、サクラよりも距離は3倍ぐらい走るからね。もっとかな、4倍ぐらい走るかもしれない。4倍は行くね。さあ、ここガタガタ道行くよ。レンガのね。さあ、ガタガタ道がどれぐらいガタガタするか。この音。おお、結構ガタガタすんな。マイクの音が飛んでる。おお、このガタガタガタって音。うん、拾うね、やっぱ振動。画面自体はそんなに揺れてないけどね。おーおーおーおお、これちょっとさくらと比べてみよう。うわ、すごいしなやかにいなせますね。これ、かなりさっきバイクで通ったんですけど、デコボコしてたんですけど、すごいな。やっぱこれ、さっきも言ったけど、手ブレ補正が効いてるみたいな感覚。やっぱり重心の問題なのか、サスペンションの問題なのか、まあ、全体的な重さの問題なのか、相当ガタガタが、まあ、拾うね。拾う。別にそれが嫌ってわけじゃないんだよ。シタイ君、今まで散々硬い車に乗ってたから、足が。全然嫌じゃないよ。その車と比べたらめちゃめちゃマイルドにいなしてる。もちろんね。さくらと比べるとどうかって話ね。うん、はい、サッカーも。ここのちょっと急坂も相当頑張ってる。すごいね。おお、頑張ってる。すごいな。めっちゃターボ効かしてんな。ターボが効いちゃうね、これだけでも。当然だけどね。低速から出すからね。だから結構アクセルワークが、ね、アクセルワークが繊細になるかな。でね、結構ね、今みたいな坂で頑張った後ってエンジンがなんかね、結構乱暴になるんだよね。なんだろう、エアコンとかもね、効きが悪くなるし、なんかすごい変なね、挙動になるのは何なんだろうね。なんだろうね。わーんってなる。勝手に。ほら。さっきまでのアクセルワークはどこ行ったみたいなね、結構な挙動になるよ。さあ、じゃあちょっとこれで、ほい。あ、そんなちっちゃいの？塗装とかどうするんだろうと思ったけど、内部の部品なの？これがレーダーね。これって
これが壊れた方の例だね。外に出てるやつ？中に入ってる。あ、中に入ってる。じゃあ外装関係ない。全然、うん、なんか塗るのどうすんだろうって思ってた。あ、そう、あの無塗装バンパーのとこだからどうすんだろうと思って。関係ないの？ここは中に入ってます。ああ、じゃあ大丈夫だ。ここにその表面がある。うんうんうん。でこれがこう車両前方に向かっていってます。はいはいはい。これがこの前の車とか。うん。説明していただいてありがとうございます。これがちょっと不具合になって。どんな不具合だったか分かる？まだちょっと解析中です。解析中？これはまあちょっと用品とかにモニター交換すると、うん、パドルが軽くなったっ。あ、なるほど。はいはいはい。それでまあこれがダメだ。一発で壊れって何だったんだろうね。ね、本当ごめんなさい。家電流？まだ何とも見えないんですけど。うん、そんなに追求はしても意味ないんだけど。いやでも気になりますよね。まあね、作るわけじゃないけど気にはみんな気になると思う。これあれでしょ、でもいろんなやつの対応品なんでしょ。この車に限定したものではないんですけども、うん、要するにその書き込むその中身。あ、そういうことね。がそのやっぱりその車種によって違うみたいで、それでその違った車種のものをこの、うん、まあこの中に書き込みできないから、この中に書き込んでるの。そうですね。あ、そう。はい。そっか、それじゃあさすがに対応品なかなかですね。意味なかったね。まあもう少ないです。少ないでしょ。じゃあ行きます。お願いします。これで出なきゃいいんだね。さあ、出ないかな？もうすぐ出ちゃうからね。出ないと思うけど。あ、大丈夫、出ない。はい。OK、じゃあ行きましょう。すいません、ありがとうございます。はい。さあ、行きましょうか。さくら、2週間ぶりのさくら、堪能しようかな。はい。D。すぐ乗り換えた。こうね。感想を言ってね。なんかね、実際、おう、行けるね。いや、ブレーキやっぱきついな。ブレーキね。ブレーキ、うわ、すごいブレーキの効きが。ブレーキのことしか言ってないけど。ちょっとデイズと運命の差なんだよな。やっぱね、シートはね、ちょっといろんなもんつけてる分、さくらの方がね、座り心地圧倒的にいいんだよね。まあ、シタイ君のお尻の形にフィットしてるから今ね。デイズすぐお尻痛くなったから。さあ、じゃあ行きますよ。はい、いってらっしゃい。行ける？まあ、キーだから行けるね。さあ、アクセルレスポンス最強。最強にいい。とんでもねえ良さ。あとね、今ワンペダルなんでめっちゃブレーキかかってる感じ。めっちゃこのなんかエンジンブレーキがかかってる感じの回生ブレーキがすごいな。とにかくね、ブレーキの効きがもう圧倒的に違う。圧倒的。なんだろうな、スポーツモデルと小型車ぐらいの差がある。まだ言うか。感覚ね。わかった。これはもう、滑らかさで言うともう全然違う乗り物ですね。もう完全に当たり前なんだけどね。EV とエンジン車だと。もうね、本当にこう、アクセルを踏んだ時のね、加速がもう意のまま。そして、アクセルオフした時の減速は意のまま。いや、意以上に減速しやがる。ちなみに、うわ、すごいブレーキだな。ちなみに今ノーマルかな？今ノーマルですね。今ノーマルモード。まあ、分かってもらうと思うんだけど、静かだよね。とにかくシーンとしてる。おそらくアイドリングストップの時の音もそこまで違わないかもしれないけど、ノイズが少ない。まあ、当然走ってる時の音はもう激静かね。まあ、ロードノイズしか拾ってない。さあ、じゃあまあね、こういう交差点でも、ね、バッチリ。うん、本当こう、もうやっぱね、ラジコン感覚なのかな、こういうのって。なんだろうね、急にアクセルギューンと、アクセルとギューンと、この感じね。ラジコン感覚でいけますよっていう。もう後ろの車やっぱすごい引き離したもんね。でも、ナチュラルな加速だから、そこまでね、体感できないっていうのかな、なんていうのかな。体感しづらいんだよね、その差がないから、遅いとこからボーンっていく差がないから、加速感っていう意味では少ないのかもしれないけど、全体的にいい加速がかかってるから、いつの間にかすごい出てるって感じ、まあ、それが EV ってやつ。
さあ、じゃあこのままね、第三景品に乗って、プロパイロットを試すよ。なってんだろうな、おい。一応ね、誰も試されてないからね。スタイクが試すことになってます、これは。しょうがないよね、これは。さすがにお客様の車を乗り回して、プロパイロットを試すってことはできないだろうな。してもいいんだけど、許可がいるだろうな。ねえ、この加速、本当に、もう、静かね、スムーズ。いや、物足りないっちゃ物足りないんだよ。やっぱエンジンの方がガクガクして、あのさ、あのトルク重視のハイウェイステでさえこう結構ガクガクするんだよね、その。多分ね、CVT なんだけど、CVT だから滑らかかっていうとそうでもないんだよね。タコメーターを見てると結構ね、フル加速の時に結構回転数が落ちて上がって落ちて上がって繰り返してるから、なんかね、滑らかではないんだよね、CVT 自体が。まあ、乗ってたのが CVT だから、ね、EV とそんなに差はないんだよね。操作性には差がないから、やっぱり車の性能自体が違うっていうのに目がいく。おー、やっぱいいね。なんかもうね、すべてがスムーズだし、ここら辺ね、まあ、路面は悪くないか。これ継ぎ目とかがやっぱね、ススンと行くのがわかるね。いいね。いいね。じゃあプロパイロット行きます。プロパイロットオン。それからのセット。81キロでセット。プロパイロットセットしましたよ。ちょっとなんか工事っぽいからこっち行こうか。あ、危ない。来てる。まあ今みたいに工事の車があって復帰してもすぐ反応するね。それは嬉しいことだね。まあこうやってね、割り込みの車が来たらどうなるかもちょっと見たいしね。今のところ大丈夫だね。無事プロパイロットは作動しました。まあエラーメッセージがもう出てないんだけどね、最初から。まあ、それで違いが分かるんだけど、治ってるっていうのはね。まあ要はね、単純にレーダーの故障だっただけって。もうそれ入れ替えたら、あとね、やっぱセッティングが1日必要だって言われてましたね。セッティングしてそれで終わりだって言われましたね。でこれでまだ車間距離がちょっと近いなって時は、車間ボタンを押せば車間が広がるみたいな。どうなの、車間広がってる？車間ボタンが分かりづらいな。いいんじゃない？あーっとスピードがすごい、すごいスピードが落ちてます。今すごい63キロまで落ちました。すごい落ちてます。謎の63キロまで落ちてる。まあ今何にもしてないからね。じゃあちょっとこれで追い抜こうか。プロパイロットが調整してるね。じゃあ行きまーす。この距離で行けるプロパイロット？行けた。危ねえ、結構近い前と。ちょっといつも通りの運転で行けるかどうかやってみたけど、大丈夫だったね。プロパイロット優秀になったら大丈夫。でこのコーナーも勝手に曲がって、今切れたかな。切れたね、今ハンドルアシストが切れてまた復活した。なぜか切れたね、ハンドルアシストは。95キロで本当巡航しますね、完全に。さあでもね、ちゃんと前は見なさいって言われてますからね。はい、今んとこ大丈夫ですね。プロパイロットのハンドルアシストも効いていると。はい、車が前に入ってきて、今ブレーキ減速してますね。すごい減速してますね。信じるよ、信じるよ、ブレーキ踏まないよ、信じるよ、信じよう。で、まあ、デイズのプロパイロットと比べて何が違うかっていうのはもうほぼないと思っていいんじゃない。感じられないわ。車の挙動とかそれはもう車の問題だからね。プロパイロットの挙動的にはまあ多分そんな変わりないんじゃないかな。まあ、これでね、ちょっと強制的に切ってみようか。一回切ってどうなるかだね。プロパイロットボタンを押して強制的に切るよ。はい、切った。はい、今切ったよ、強制的に。はい、アクセル踏んでる。さあこっからもう一回プロパイロット復帰したらどうなるか。まあでもね、さっきの時点でピーってエラー音が出たんで、前はね。
これで出てないから多分もう問題ないと思う、うん、大丈夫じゃない。プロパイロットボタンを押して、うん、はい、セットで、セットボタンを押す、うん、はい、大丈夫だね、はい、問題なし。したいくね、オートクルージング自体初めてなのよ、ね、それが飛び越していきなりね、いきなり飛び越してプロパイロットだからちょっとね、ギャップがすごい。技術革新に驚く原始人って感じ、本気で。はい、ということで日産の修理はバッチリ OK だったよ。プロパイロットもバッチリ聞いてるし、もうエラーメッセージも出ないよ。なのでね、まあまたこれからさくらをガンガン乗れるという嬉しさでいっぱいなんで、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。したいくんでした。じゃあねー。